古本穂高は、福岡県福岡市南区出身の野球選手、宇藤左だ。俳優の池松壮介とは小中高と同級生で、幼馴染みであり、小学時代は、池松と共に、同郷の新城強志が、小学時代に中心となり創設した、南式少年野球チーム、長岡ファイターズに所属していた。福岡大附属大掘高時代は、 一年時の秋から外野手のレギュラーに定着。三年時の夏は福岡県予選5回戦で稲月志向観光に5の9で敗れた。甲子園出場経験はなし。二学年先輩に大石達也が一学年後輩に川原博之がいる。高校卒業後は龍谷大学に進学し、関西六大学野球連盟に加盟する野球部に入部する。 一年次の秋からレギュラーとなり、二年秋に新人賞とベストナイン、三年次春に首位打者とベストナイン、四年次春に MVP とベストナインを受賞している。四年次の8月、バント練習を行っていた際に、自打球を左目に当て眼下で骨折し、二度の手術をする大怪我を負ってしまい、四年次秋はリーグ戦を棒に振ってしまった。リーグ戦。 通算69試合出場、257打数、80安打、打率、311、7本塁打、39打点。3年次と4年次に、全日本大学野球選手権大会に出場。3年次の第60回全日本大学野球選手権、記念大会では、初戦敗退に終わるが、四年次の第十一回、全日本大学野球選手権大会では、 ベスト4に進出し、自身は打率。500で、首位打者を獲得した。2012年10月25日のプロ、野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズから3位指名を受け入団。背番号は66。2014年に一軍初昇格を果たし、初打席安打を記録。しかし、翌年以降は一軍出場がなく、2016年は、背番号を46に変更。 8月度のファーム月間 MVP を受賞した。2017年10月3日、球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で自由契約選手として公示された。2018年2019年シーズンは社会人野球の本田鈴香でプレーした。鋭いスイングで打球を飛ばし、大学時代には大学ナンバーワンスラッガーと言われた京田が売りの外野手。 50メートル走6秒台前半の脚力、遠藤110メートル超で、高校時代には、投手として、時速147キロメートルを記録した字型の強さも持つ。ドラフト指名後に、未成年であった2010年に飲酒していたことを、自らインターネット上に公表していた事実が、発覚し、大学で処分を受け反省文を提出。指名会見は、謝罪から始まった。 幼少期に、丸栄製菓の CM に出演したことがある。ありがとうございます。